命の構造その系統はに基づいて表示されます絶対的な特別な特徴。だから私たちが自分たちの血統のすべてを考えるとき、私たちはみんなが絶対的な良心から生まれているという真実を見るでしょう。ですから、2をかけたり2の力を上げたりすると、それが現れるのは事実です。みんながいるという真実祖先は本当にたくさんいます。その構造の誰もがこれまでに親だったこの構造には何十億もの親がいます。これは本当です。誰もがそのような真実を否定することはできませんでした。またはこの真実に反論する他の理由を見つける事業の真実は、私たちが基本因子として二次方程式を持つ私たちの血統構造から考えるとき真実がわかるでしょう。各時代に私たちのそれぞれの先祖それは同じ時代に住んでいた。しかし、その背後にある、すべての人類は悲劇の下にあります。それは悪の支配によって引き起こされます。そのような悪の主人として悪魔がいるペアになっている特性に基づいて、それは良心の現象です。良心の現象は自分自身を進化させることができないか、それは創造性の原則から生まれなければならないことを意味します。原則がこの世界を統括する他の世界から支配されているもの、これは天国と呼ばれています。これは天国についての真実です。過去のどの人々がこれらの真実にアクセスできない可能性があります。私たちはこれが自然の法則であると信じていますが、私たちはその自然が何であるかを知りません。親愛なる兄弟姉妹、この血統構造のイメージは4つの基本方程式です。これはお茶が何であるかを説明します。そして最も明白な答えは自然がそれぞれの地元の信念で異なる名前を持つ意志、感情、知恵を持つ最初の天の親であるということです。様々な背景があります。多くの信念があります。しかし、真実は一つだけです。これは、誰もが注意を払い従わなければならないという真実です。過去において、人々はそれを信じていました。天国があります。しかし、誰もが天国が何であるかを明確に知りませんでした。言葉を言うと自然は、天という言葉と融合しています。全く同じものです。これは本当です。誰もが以前には知らなかったこと、つまり自然な規則を意味する、それが天の国の支配です。そして家族構成天国自体の構造です。その家族の構造から事実があります。一つは、この家族の構造の中の一人一人がただ一つの立場を持つということです。それが子供の立場です。また、全体構造のみんなすべて親です。これは真実です。私たち全員が否定することはできません。借金構造内の全員が配偶者全員であることを意味するので、慎重に精査すると、全員が完全に理想的な家族構造の背後にある真実を見ることになります。これが天国の本当の姿です。この家族の構造は理想的です。完全に。しかし、過去のほとんどの人々はこれらの血液構造の理想に応えていなかったので、これは人類の愛、人生、そして血についての本当の問題です。これが私たち全員の理由です。注意を払う必要があります。そして共同で修正する。二度と悪魔の影響を受けません。これは人生の過ちです。どちらを修正する必要があります。天の王国の最初の規則に従って正しい人生を生きるために誰もが回さなければならない。どれだけこの家族の仕組みを考えると、これが唯一の本当の人生です。
この真実悪魔の詐欺から永遠に人類を解放するのを助けます。これは全ての人類における苦しみの原因です。仏教はこれをライフサイクルと呼んでいますが、誰もが人生の単一の真理にアクセスできるようになると、ウォンサーンまたはサムサラは次のようになります。この現象すべて予測されている様々な宗教の預言者によって、これは過去にこの惑星に現れました。それはすべての予言が完全に一致しています。だから私たちはこの現代世界に何が起こるのかについて反論する言い訳はありません。この惑星で起こる現象のために全てが天国から支配されている。これは本当です。誰もが自分で証明できるもの。この血統構造は最高です。これは本当に奇跡の奇跡なので、理由はありません。これらの人生の真実を否定するために、それが否定できない場合、私たちはみんな受け入れなければなりません。謙虚に、そして上記のように彼の人生の最高の奇跡の現象に感謝しています。良心の現象から生じたもの、天国の最初の良心から来ました。これはの意味です。すべての現象の背後にいる天国での真の良心、前に起こったビッグバン現象が始まります。したがって自然の法則は真の良心の現象です。本当の良心のこの現象は自然には起こりません。これは確かに全てを作成するプロセスの前に最初の親が存在する必要があることを証明するために私たち全員が使用できるという事実です。これらすべてのものはすべてこれらの創造的な原則に基づいて生まれています。誰もこれらの真実を否定することはできません。早く理解してください。そして私たち全員が立場にいたのですぐに変わった真の兄弟たち、絶対にお互いに誰もが人生を送っている。それは最初の本当の両親からこの人生を受け継いできました。それはこの世界に非常に多くの親を与えました。これは全ての点で同じである。全ての私たちの生活の根元です。これからやるべきこと全部で一つです。そのようにして、人間の生活にもう悪はないでしょう。誰もが人生についての真実を知っているとき、誰もが抜け出すことができました。悪魔のスネア、それは、誰もが抜け出すことができなかった血の罪の条件で、みんなを束ねるのが常であった一人で、誰もが本当の良心を望んでいる。誰が戦ったのか、悪を克服する。そして全ての人類に様々な宗教的祝福を与えることによって人類の血統の罪を解き放つこと、みんなが理想の系統を始めることができるように、悪魔の恒久的な介入なしに、どれが男女それぞれのカップル、熱心な愛の伝統を披露した彼らは一緒に血液構造が組織化されています。また構造体、誤った力によって支配されることはありません。舞台裏の悪魔と、そして理想の家族がやってくる理想的なレースが起こります。理想の国が起こるでしょう。そして理想の世界が現実のものとなり、最終的には全員が完全に天国に住むようになります。これらのすべてが最後の日の判断です。それは世界の終わりであると予言されてきました。悪の力です。これはすでに決まっている人生の真実です。この新しい時代に人類は完全に一つになるでしょう。サムナック・ヨダイング氏による編集。